ラウール・オージェ・フイエは、フランスの振付や舞踊教師、著述家である。ピエール・ボーシャンが考案した舞踊の寄付法を改良し、寄付の手段として、記号を導入した。ボーシャンとフイエによる舞踊の寄付法は、ボーシャン・フイエ寄付法と呼ばれる。1700年に出版された、コレオグラフィ、あるいは、人物、図形、指示記号による、舞踊記述法は早くから、他の言語に翻訳され、 18世紀の舞踊技術に関する文献で最も重視されるものの一つである。ボーシャン・フイエ寄付法によるクーラントのバールのための寄付例パリでボールルームダンスの教師を務めていたが、1700年にボーシャンの考案していた寄付法の改良を手掛けて、これをグラフィ、あるいは人物、図形、指示記号による舞踊技術法を出版した。フイエの寄付法は、 不要の寄付に記号を用いた最古の例とされる。しかし、1704年にボーシャンは自分の考案した寄付法を表説したと訴訟を起こした。ボーシャンの主張は、フィエより22年前に自分が寄付法を考案していたというものであった。確かにフィエは、ボーシャンの考案した寄付法から多くの部分を引用していたが、そのことに触れていないという落ち度があった。この訴訟座については、 翌年に、ボーシャンが死去したことによりうやむやに終わっている。その後のフイエは、寄付法の改良を試み、さらに洗練させていった。彼は自ら振り付けた作品を寄付して出版した。パリオペラザで、ボーシャンの後を継いで1687年から、バレエマスターを務めていた、ルイ・ギオーム・ペクールは、フイエと組んでいくつかの自作品を寄付した。ただし、 フィエ自身は生涯オペラ座には所属しなかった。コレオグラフィ、あるいは人物、図形、指示記号による舞踊記述法は、イギリスのダンサー兼振付系へのジョン・ウィーバーが、大きさグロフィ、おざアート・オブ・ダンシングという題名で翻訳を手掛けた。P シリスも、この著作を、ザ・アート・オブ・ダンシング・デモンストレイテッド・イン・キャラクターズ、アンド・フィギアスの題名で翻訳している。 ウィーバーとシリスの翻訳したフイエのこの著作は両方とも1706年に出版された。ウィーバーは1704年の著作、ラクイでダンセイズをエースモールトリートス・オブ・タイム・アンド・ケイデンス・イン・ダンシングの題名で1706年に翻訳した。フイエがイギリスのコントルダンスについて記録したラクイでコントラダンセスは同国のダンサー兼振付家。 ジョン・エセックスが1710年に、ホーザ・ファーザー・インプルーブメント・オブ・ダンシングという、題名で翻訳している。ABCDEFG、オックスフォード・バレエ・ダンス辞典431ページ。リコーダー終わりなき旅国立音楽大学。第21回研究発表会資料展2005.11112012年3月8日。閲覧。ABC。 バレエの歴史66ページ。ABCD18 世紀フランスの部屋2012年3月8日、閲覧。バレエの歴史では、出版年を1701年としている。オックスフォードバレエダンス時点479から480ページ。大きさグロフィ、おざ。アートオブダンシング2012年3月8日閲覧。バレエの歴史98ページ。エースモールトリートス。 オブタイム系デンスインダンシング2012年3月8日、閲覧。楽イでコントラダンセス2012年3月8日、閲覧。ホーザファーザーインプルーブメントオブダンシング2012年3月8日、閲覧。ありがとうございます。